前回の超わかる高校数学は、次数に差がない複数の文字を含む二次式の因数分解は3つのステップで処理する。ステップ1、一つの文字について整理する。ステップ2、定数項を因数分解する。ステップ3、式全体を注目した文字の二次式と見て因数分解する。次の式を因数分解してください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。この問題のポイントは、次数に差がない複数の文字の二次式の因数分解は、一つの文字について整理する、定数項を因数分解する、式全体を注目した文字の二次式と見て因数分解する、この3つのステップで処理しよう。括弧1から確認しよう。ステップ1、一つの文字について整理する。例えば x について項べきの順に並べるとこうなる。ステップ2、定数項を因数分解する。 x を文字として見れば定数項はこの部分になる。ここを因数分解するとマイナス 5×y-5×y-6 になる。ステップ3、式全体を x の二次式と見て因数分解する。 6x2 は 6x×x、 -5×y-5×y-6 は 5×y-6×-y-5。 これを斜めにかけて足すと x の項 -y×x になる。ということで括弧をつければ6x+5y-30×x-y+5 が答え。括弧には式を展開するところから始めよう。するとこうなる。そしたらステップ1、一つの文字について整理する。例えば a について項べきの順に並べるとこうなる。ステップ2、定数項を因数分解する。 a を文字として見れば定数項はこの部分になる。共通因数 bc でくくると bc×b+c になる。ステップ3、式全体を a の二次式と見て因数分解する。 b+c×a2 は b+c×a×a、 bc×b+c は bc×b+c。 これを斜めにかけて足すと a の項 b2+3bc+c2×a になる。ということで括弧をつければ ab+bc+ca×a+b+c が答え。次数に差がない複数の文字の二次式の因数分解は、一つの文字について整理する、定数項を因数分解する、式全体を注目した文字の二次式と見て因数分解する、この3つのステップで処理しよう。ありがとうございました。次回の超わかる高校数学は、次数に差がない複数の文字を含む式の因数分解は、一つの文字について整理しよう。